時和台駅は東京都板橋区時和台一丁目にある東武鉄道東上本線の駅。駅番号は TJ06。東駅南口より徒歩1分の場所に位置する旧、上板橋村の鎮守、天根神社に伝わるのりとおよび、境内の常磐松から武蔵時和駅と名付けられた。武蔵の大地に位置する駅であることにも由来する。島式ホーム一面二線を有する地上駅。 ホームと北口との間は地下道で南口とは古戦橋で連絡している。北口駅舎は開業時のものを2018年にリニューアルした大谷石造りの商社な洋風建築である。また北口駅舎となりにはリニューアルの一環として EK や時話台が2019年11月29日にオープン。南口は2階に改札コンコースを置くビルで 商業施設などのテナントが入居している。ユニバーサルデザインの一環として、駅ホーム中央に多機能トイレと、南口コンコースに連絡するエレベーターが設置されている。また、2020年3月末に、北口側にはこれまでなかった改札口とホームをつなぐ、エレベーター及び連絡通路が開設された。校内踏切ホーム連絡地下道開設以前、ホーム、 池袋方の端に設置されていた。1950年代に撮影された写真で確認できる。2012年9月現在のコンコース案内掲示に基づく。2020年度の1日平均上降人員は35,856人である。近年の1日平均上降乗車人員の推移は下表の通り。時和台一丁目のクルドサック。 板橋区立中央図書館展祖神社書道美術館北口側には1935年に東武鉄道が沿線開発事業の一環として初めて行った宅地分譲により整備された時和大住宅地が広がっている。内務省地方局が1907年に出版した書籍により日本に紹介された米国の田園都市思想に基づいて設計された住宅地である。 先行して1920年代に、目黒蒲田電鉄が、現在の大田区で開発、分譲した田園調布と比較されることもあるが、田園調布とは異なる。ほぼ楕円形のプラタナスプロムナードを中心とした、道路網や、随所に設置されたクルドサック、ロードベイ、フットパスと呼ばれる、構造物など独特な街並みを持っており、当時目指していた理想的な住宅地の姿が伺える。 周辺幹線道路と直接の接続が果たせなかったことが不便とされ、加えて分譲直後に日中戦争、太平洋戦争といった混乱の時期を迎えたが、幹線道路に面していないことによりかえって静室な生活環境が保たれ、今なお昭和初期の面影を残す美しい住宅地といえる。時は大住宅地の敷地は、 当初、東上線と伊勢崎線との接続に伴う、走車場用地確保のために、東武鉄道が1927年頃に、買収していた場所であった。しかし、再三面、土地買収、協梁建設などの問題から1932年、移行にしいた線計画は企業廃止され、その代替案として、住宅地建設が決定された。2000年代に入ると、 マンション建設が活発になる一方で、開発業者と既存住人との間で、建設の是非をめぐり対立する、いわゆるマンション紛争が起こっている。その契機となった北口ロータリー前の銀行跡地には、業者の計画通り11階建てマンションが建設されたが、時は大住宅地は2004年に、東京都から街並み景観重点地区の指定を受け、2007年に、 時は大景観ガイドラインが制定され、翌年から運用されている。南口周辺は、元天送神社の境内であったが、1949年に、駅南口及び、住宅、商業地建設のため、東部鉄道及び地元に、土地の一部が活用されたことにより形成された、市街地である。銀行、民間商業施設、医療施設については省略。 本項目では、現行営業路線について記述する。乗り場は北口ローターリー及び旧フエンテとキ大店、跡地前の通りに設置されている。乗り場は、駅南口から南東方向に約350メートルの関7通り上に設置されている。乗り場は、駅南口から南方向に約500メートルの川越街道上に設置されている。 2007年2月6日19時30分頃、当駅ホームのすぐ脇にある踏切に自殺志願者の女性が侵入しているとの通報を受け、警視庁板橋警察署時和大交番の警視庁、巡査部長が交番に保護した。しかし女性は隙を見て、交番を逃げ出し、死んでもいい、死んでやるなどと叫びながら再び踏切に侵入。巡査部長はこれを救助しようとして、女性を ホーム下の退避スペースに押し込んだものの、巡査部長自身は間に合わず、当駅を通過する下り急行を側町域に跳ねられて、渋滞となり、同年2月12日に意識が戻らないまま、板橋区内の病院で死去した。なお、巡査部長の命帰り見ない勇敢な行動により、この女性は腰を骨折する重傷を負ったものの、一命を取り留めた。この一件を知った。 当時の内閣総理大臣、安倍晋三から、事故殉職した巡査部長を緊急助訓対象にするように異例の指示が警察庁へ出され、同年3月1日に生7位、極実総交渉授与。そして同年6月16日に巡査部長を称える、記念日、誠の日の除幕式が、時は大交番に隣接する東駅北口前で行われた。この事故にまつわるエピソードは、 事故から1年後の2008年2月に、山口秀則により、不死手ぞ山んのタイトルで絵本となり、巡査部長の母校である、札幌市立幌北小学校でも授業に取り上げられた。さらに、同年2月15日に富士テレビ系列で放送された、千の風になって、ドラマスペシャルの一つして、テレビドラマ化され、三宅裕二が巡査部長役を演じた。 殉職から2年後の2009年2月には、絵本による反響が大きかったことから、絵本の作者である山口によって、電気、殉職が出版された。ありがとうございます。